2017年年末に行われたライジンで朝青龍がぶち切れた有名なシーンがありますが、なぜ朝青龍はここまで切れてしまったのでしょうか。真相を解説していきます。朝青龍が切れたシーンはバータルアズジャブハラン VS 高谷博之の試合中、試合後のリング上での挨拶中、アズジャブハランの楽屋の3つがあります。アズジャブハランはモンゴル出身で、朝青龍がチーム朝青龍としてライジンに推薦した選手です。もともと朝青龍がセコンドにつく予定でしたが、リングサイドでの観戦となりました。いざ試合が始まると終始消極的なアズジャブハラン、レフェリーから注意を与えられるほどでした。それもそのはず、 MMA 戦績22勝14敗、元ドリーム王者の高谷博之に対してアズジャブハランは MMA 戦績2勝2敗、実力差経験差は明白で、もともと無理なマッチアップだったように思います。試合後アズジャブハランはプレッシャーも圧力も感じなかったのですが、自分から攻める攻撃ができなかったですと語っているように、戦い慣れていなかったのでしょう。しかし朝青龍にとっては自分が推薦した選手が不甲斐ない戦いをしたということで、泥を塗られた気分でしょう。早く試合を終わらせろ、なんでこんなやつを連れてきたんだと試合中にもかかわらず怒り心頭、近くにいたバンダレイシウバもこの表情です。試合結果は3対0で高谷博之の判定勝利。試合後高谷博之はあれで試合作れますかと不満をこぼします。そして怒りの気分のままリングに上がった朝青龍は、観客からの帰れの言葉を聞いて観客にも切れてしまいます。まあ来世にすぐ帰るから聞けよお前。しかしそれでも朝青龍の怒りは収まりません。アズジャブハランの楽屋を訪れた朝青龍、さっきまで談笑していたアズジャブハランの顔はこわばり、目線を外します。朝青龍が何がやりたいんだこらと詰め寄ると、楽屋の空気が凍りつきます。怖すぎます。アズジャブハランの椅子を軽く蹴飛ばす朝青龍。ほんの軽い蹴りで66キロの男が動いてしまうところに、このあと楽屋を出る朝青龍ですが、方向を間違えたのか再び楽屋の前を横切ります。その後2018年7月に再び朝青龍推薦選手としてモンゴルのボルドプレフーヌルジャルガルがライジンに参戦し、3対0の判定勝利を収めています。試合前ウヌルジャルガルは朝青龍に、前回は経験不足のモンゴルの選手が出て敗れているが、なるべくそうならないように頑張ってくださいと言われたそうです。セレブナステージ、